メリカの決定的な違いがこちら。ワウワウでユーロの準決勝見た後にアマプラでコパ準決勝見ると、アマプラの解説者は雑談してるみたいな感じで緊迫感なさすぎる。コパの解説にまた牧野いて見る前から泣いてしまう。牧野は林美笹木平の登場に焦って、無駄かつ浅い情報を状況に関係なく喋り続けるという失態を繰り返してる。ユーロと連続で聞いたらマジで質が違いすぎる。ディフェンスの全てを分かったような言い方の牧野聞いてられない。牧野氏はテレビタレントとしては面白いのだけどね。解説には向いてないかもね。牧野が解説にいないと静かなユーロ2024。牧野は松木さんみたいなキャラになりそうやな。牧野はワールドカップみたいにピッチリポーターぐらいがちょうどいい。90分間の解説はマジで聞いてられないんだよ。アベマの決勝戦の解説は牧野なのか。林美笹美平がワウワウの方で担当しないから、てっきりアベマで解説するのかと思ったら、ワウワウで決勝を解説する坪井は、割と安定していていいよね。DF 的視点も良いし。水沼さんと牧野はとんでもなく緩かったなぁ。